40年以上前の話です。親父が仕事でも受けてコリー犬の子犬を飼ってきた。子供の俺は大喜びでした。犬なんて飼ったことなかったから家族全員で面倒を見た。外で飼ってたから、よく寂しくて吠える。そうすると、親父が朝早いトラックの運転手だからよく怒った。昔の人だから仕方ないけど、俺がよく泣いてかばったっけ。叩かれて怖がっていた子犬と、隠れて納屋でよく一緒に寝た。一年ぐらいしたある日、近所の大きな病院のグラウンドで遊んでいた俺を、病院の院長が飼っていた犬が襲ってきた。敷地内に先生の大きな家があって、大きな犬だった。セントバーナードってやつ、最初は普通に遊んでいたんだ。そのうちにスイッチが入った感じ。服はビリビリ、振りたくられてぶっ飛んだ。するといきなりセントバーナードに、何か突っ込んできたものがあった。泣きじゃくる俺の前に家のコリーがいた。すごく怖い顔をしてまさに仁王立ちしていた。俺はその時に卑怯にも逃げたんだ。あっという間に家の犬はやられていた。すぐ近くに家はあったから、こっそり自分の部屋に帰った。後で様子を見に行くと、小屋に帰ってきていた。お腹からいっぱい血が出て真っ赤になってた。俺の顔を見ると、嬉しそうに尻尾を振って頭をこすりつけに来た。昔はよっぽどじゃなきゃ医者なんか行かないし、注意なんてのもそんなにない。嬉しそうにしてたし、親にもバレたら大変なことになる。多分家にも、そんなに金がないのもわかっていたから、明日調子悪そうなら、親にぶん殴られても病院に連れてこうと思った。朝になって様子を見に行ったら、彼は冷たく、硬くなっていた。自分の中の壊れてはいけないようなものがぶっ壊れた。悲しいより、なんで?だった。吠えなかったじゃないか?痛そうじゃなかったじゃんか?そして気がついた。夜吠えると親父が怒るから、また俺がぶん殴られるから、我慢してたんじゃないのだろうか?バカだな。死ぬまで我慢するやつがあるか。痛かったろうに、寂しかったろうに。何より、友達を見捨てて逃げた自分が幼いながらも悔しくてワンワン泣いた。あれから今まで、多分卑怯なことはしてこなかったと思う。あの時の心の痛みと、自分の情けなさを俺は死ぬまで忘れない。幼稚園くらいの時に我が家に犬がやってきた。正直記憶はないんだけど、親が言うには私が頼み込んだらしい。うちの親は暴力こそなかったもののいわゆる毒親で、かなりの気分や、当然のことながら、愛犬の世話なんてしない。餌を買ってきてくれるだけ。私が世話をしてたんだけど、小3の時に仲のいい友達にキャンプに誘われた。旅行なんてほとんど行ったことなかったから、2泊3日のキャンプが楽しみで仕方なくて、2週間前くらいからそわそわしてた。でも、その頃から愛犬の元気がなくなった。親に言っても適当に流されて、愛犬の状態は改善しないまま、キャンプ当日になった。私は愛犬よりもキャンプを選んだ。楽観的だったのもあるけど、正直、あの頃の私には行かないって選択肢はなかった。そしてキャンプから戻ってきたら愛犬はいなかった。亡くなったから、山に埋めてきたよ。親はそう言うだけだった。真実は今でもわからない。当時の私は後悔したけど、時間が経つと後悔していい人間じゃないと気づいた。弱った愛犬を置いて、自分の楽しみを優先した私。どの口で後悔というのかって。もう30年以上経ちますが、私は生き物を飼ったことがありません。今後、飼うつもりもありません。私には生き物を飼う資格がない。それがあの時の経験から学んだことです。